高専2年間くらいで習う英文法をざっと前半に見ていきましょう。こんな感じのリストアップになっています。最初はこの3つ、文系品種は本当に本当に命をかけてここは押さえておいてください。英語を勉強する上でこの3つをないがしろにしてしまうと、例えば今から運動するのにスーツとジーパンを着ているようなものです。それぐらい大事な単元です。次はこちらの単元、英語は数と時間にうるさい言語なので、これまで習った時制すべてまとめて12種類あるのですが、これらをすべてまとめていることができるか勝負になってきます。この3つの単元は中学校の時とほぼ変わらないような基礎になっているので大丈夫だと思います。この2単元は覚えることがたくさんあるので、いかに頭を使って覚えることを減らすかが重要になってきます。次はこの3つの単元、これは動詞が何かの形に変化したという共通点を持つ準動詞と言われる3単元です。ここも覚えることが多いので、いかに頭を使って覚えることを減らすのかが重要になります。家庭法、めちゃくちゃ勉強しにくいです。ここも丸暗記は通用しません。頭を使って整理する必要があります。次は関係詞、中学校の時は関係代名詞だけだったけど、高校になると関係副詞だったり複合関係代名詞などなど新しいものが出てきます。こちらの3つの単元も重要になってきます。塊で1つの意味として捉えることができる3つの文法、かなり長文に役に立ちます。これまで何となく単語として覚えていたものも、こういう風に4つの単元がありますけど、それぞれ分けて細かく勉強していきます。そして最後比較、こちらも覚えることがたくさんあるので、システマチックに頭を使わないとキャパオーバーしてしまうでしょう。まとめるとこちらです。中学校の時みたいに丸暗記じゃ通用しなくなります。そして最初の文型だったり品詞がとても重要になります。今後の英語学習の明暗を分ける最初の第一歩なんです。こちらの講座で全ての範囲を取り扱っております。数々の中堅校、難関大学に多くの成果を送り出してきました。皆さんには最短ルートを届けていると思います。皆さんのチャレンジお待ちしております。